クロミフェンは選択的エストロゲン需要体調節薬の一つであり、排卵誘発薬として無排卵症、または排卵過症症の治療に広く処方される。商品名クロミット。日本で承認されている効能、効果は排卵障害に基づく不妊症の排卵誘発である。クロミフェンは無排卵、または排卵過症による不妊の治療に有用である。 このような患者に対する臨床試験の結果、無治療の場合の妊娠率は1.3から4.2%であるのに対し、クロミフェンを用いた場合の妊娠率は5.6%であった。原因不明の不妊に対する有効性は不明である。他の生殖補助技術の成功率を高めるために補助的に用いられることもある。クロミフェンの投与開始時の容量は 50mg。 日5日間とする。月経期の初日を、デ一1とするとき、デ3から5から5日間服用する。クロミフェン導入後は、特に排卵予想日に、性行為を頻繁に行うべきである。大体形成ホルモンテストが実施可能であるなら、クロミフェン服用5日目から3から4日後にテストを開始し、排卵が確認されるまでまたは、デ18まで継続する。 自発的なホルモン分泌がない場合、直径 20mm 以上の卵胞があるときには、人工的な卵子放出法、すなわち HCG10-00 単位の緊急等を試すことができる。しかし、日常的な HCG 使用による卵母細胞の放出は、頻回に LH テストをして確認する場合と比べて、妊娠の機会を減少させているように思われる。 誘導された排卵サイクルのモニタリングのためには次のことをする治療を継続する場合には30日周期で5日間連続服用を繰り返す容量は排卵が起こるまで 50mg から段階的に増量する製造業者は6サイクルを超えて服用しないように推奨している各治療サイクル前に残りの卵法を大きくするために超音波を照射することは 推奨されていない。重大な副作用としては、卵巣過剰刺激症候群が知られている。10%以上の患者に、可逆性卵巣肥大が発現する。1から10%の患者に、視覚症状、頭痛、血管運動性、後ろ高、異常子宮出血、腹部不快感が発現する。クロミフェンは、複数の卵胞を排卵させるので、創生時や多体児が増加する。 クロミフェンを1年以上続けて服用すると、卵巣腫瘍のリスクが増加する。これは妊娠経験がなく、治療効果が上がらない場合に限られる。その後の研究では、これらの関係は見出されていない。これには結論が出ていないが、有意なリスク増加はないと思われている。クロミフェンで受胎した場合の胎児や、新生児の異常の発生数は、一般の場合と変わらない。先天性異常や、 自然流産の確率上昇を示すデータはない。クロミフェンは、死傷部のエストロゲン受容体を阻害し、生鮮刺激ホルモンの分泌について、負のフィードバックを遮断して、死傷下部下水体生鮮軸を増強する。ズクロミフェンは E 体よりも活性が強く、長時間エストロゲン受容体に結合する。クロミフェンはステロイドではない。正常な生理学的女性ホルモンのサイクルでは、 排卵の7日後、多量のエストロゲンとプロゲステロンが応体から放出され、死傷株及び下水体全容で GNRH、FSH、LH を生産の高いレベルでの GNRH、FSH 及び LH を抑制する。排卵後に受精が起こらないと、HCG の欠如によって応体は崩壊する。HCG は通常肺で産生され、 妊娠中のプロゲステロン及びエストロゲンの濃度を維持する。治療的には、クロミフェンは生理周期の早い時点で投与される。一般的には、低3から5日間である。この時までには、FSH 濃度は高い状態を保たれ、いくつかの卵胞を形成する。形成された卵胞はエストロゲンを生成し、エストロゲンが血中をめぐる。クロミフェンが存在すると、体は、 全周期の D22 と同程度にエストロゲンが低濃度であると認識し、エストロゲンは支障株での負のフィードバックができず、GNRH 分泌の脈動はより早くなり、下水体からのゴナドトロピン分泌が増加する。FSH 濃度の上昇は卵胞を成長させ、卵胞を破り、排卵を引き起こす。排卵は通常、クロミフェン投与の6から7日後に発生する。 クロミフェンは二つの機械生体、エンクロミフェンとズクロミフェンの混合物である。これら二つの異性体は、クロミフェンのエストロゲン様作用と、コーエストロゲン作用に寄与していることが見出されている。クロミフェンは、多くの場合、二次生類肝癌症の治療に有効である。コスト及び服薬の利便性から、テストステロン補充療法よりも有用であると思われる。 従来の TRT とは異なり清掃萎縮が起こらず、人用性が維持される。また、TRT では低用量、HCG を併用しても科学的虚勢が発生しうるが、クロミフェンでは予防可能で、可逆的である。クロミフェンの男性への投与は、ED 治療や不妊治療等において行われている。クロミフェンの異性体の一つ、エンクロミフェンが男性への投与について、 第3小試験の段階にある。クロミフェンはアナボリックステイロイド使用の最終段階等でエストロゲン高値による女性化乳房等の影響を除くために用いられる。クロミフェンはホルモン調整薬で一般的には排卵誘発剤として使用されるが、スポーツ分野では筋肉増強剤の副作用を抑える目的で使用されるケースが多いとされる。 クロミフェンはエストロゲン受容体に結合し、ホルモンの結合を阻害することで効果を発揮する。ステロイドでバランスを崩した体のテストステロン酸性を正常化させる効果もある。スポーツにおける違法薬物として世界アンチドーピング機関のリストに S4 として掲載されている。クロミフェンは1960年代から使用されている。最初は気発月経の治療に用いられたが、 治療中の女性の妊娠率が高かったので、無排卵症の治療にも適用拡大された。1989年4月、女性の妊養性予測へのクロミフェンの使用が特許取得された。妊娠を維持できる女性は、クロミフェン服用中は骨量が多く、骨量は妊養性指標となり、その変化は CT スキャンで測定できる。ありがとうございます。